みなさんこんにちは。みんなは僕みたいにサプライズをするのが好きかな？どう？今日はスーのために特別なものを用意したんだ。注文！サーム、どこにいるの？みんなこんにちは。私サムを探してたんだけど、ミステリアスなプレゼントを見つけたんだ。まだ開けないでおくね。私宛てじゃないかもしれないから。それではヘアラブルを開封していこう。鮮やかな箱を見て。各箱に11個のサプライズが入ってるんだ。こんなの初めて。ところでこのケースは何度も使えるの。プラスチックを慎重に外して、素敵なケースをご覧あれ。これは新しい匂い付きシリーズなんだ。各お人形にその子特有の匂いがついてるの。さて中には何が入ってるのかな。リスト、ケース、靴、アクセサリー、櫛、シール、お人形。ケースを開けて中身を見るのが待ちきれない。ちょっと動かすと持ち手がおしゃれなヘッドバンドに見えるね。ケース自体はヘアラブルガールの一人のスタイルに合わせたデザインだよ。それではドラムロール、ケースを開けます。見て、素敵な袋。スー、僕納得いかないよ。なんで僕たちのチャンネルでロジャーからのプレゼントが先に紹介されるのさ。どういうこと、サムチン。僕からのプレゼント、2日かけてデコっておいたのに。ああ、サムチンだったんだ。プレゼントは最高だよ。みんな、サムが中に何を入れたか知りたい人は高評価してね。いやだな、ただのちょっとしたプレゼントだよ。最高のプレゼントだけどね。それじゃあ続けようか。ここに入っているのはボトル的なものだね。確かめてみよう。それでは、海風と太陽の匂い、スタイリッシュなボトルだね。それからもちろんシールを取り出すよ。ココナッツカクテルなくしてビーチパーティーは始まらないよね。形からなんだか想像できないから袋を開けてみようか。ミステリーを暴きたいからシールは置いておくね。これは多分チェリー型の浮き輪だね。最高。そしたら大きな袋を見ていこう。多分パーティー系のものが入ってるんじゃないのかな。あー、おしゃれなパールのプリント、鱗のショーツも、ビーチパーティーに最適だね。これはスタンドのパーツか。それから大事なアクセサリー、2つの可愛いチェリーのデコレーション。ラララッタン。よしと、次の袋。もちろんヘアラブルドールに欠かせないものといえば櫛。私たちのディーディーの素敵な髪用の櫛と靴。うん、靴もね、もちろん海みたいなブルーだね。小さいチェリーがついてる。さてここからがお楽しみ。中に入ってるものをチェックしよう。わんぱくスライムサムプロダクションからご紹介しましょう。ニュースター、マドマーゼ、世界に繰り出す時がやってきましたぞ。あー、とってもチャーミング。それに謎めいたルックスね。ありがとう。髪もよく見てよ。うう、変わったヘアカラー。びっくりするくらいの長さ。チェリー柄の洋服もかわいい。素敵なフリフリがドレスにいい感じにプラスされてるね。足りないのは靴だけか。1、2、よしと、ほぼ完成だよ。ふう、みんなこのお人形は見たことあるよ。だからシールは僕がもらってくねん。いいよ、こっちはパーティーの準備を続けよう。この香水と最後の仕上げ。次はカバーガールにおしゃれさせよう。慎重に洋服を着せて、いい感じ。ビーチパーティーにぴったりだね。そしたらリストを取り出して、これがパーティー会場だよ。おー、ウォータースライドと美味しいお菓子、それからもちろん大きな浮き輪。お嬢さん、パーティーマスターのサム楽しむ準備は万端です。いつ行きましょう。サムチン、パーティーはヘアラブル限定だよ。私も招待されてないの。うん、そういえばどっちにしろ行けないや。やることがいっぱいあるんだ。新しいお人形はセンターにいるんだ。こっちでお人形をチェックするね。
あら、ここにも新しいお人形がいるね。次の開封で会えるといいな。この低い部分にいるのがチアリーチェリーディーディー。この子は太陽の匂いと明るい表情が好きなんだ。さあ、私たちの美人さん、カーニバルと美味しいおやつの匂いが好きな人形もいるの。それからこの子たちはお花のお世話をして花の匂いが好きなんだって。次はカラークリンプカールシリーズ。この名前からこの美人なブロガー女子の趣味が想像できるんじゃない。これは髪を染めるのに使うアクセサリーだよ。チリチリコカール、中には11個のサプライズが隠されてるんだ。このコレクションには3種類の人形があって、そのいくつかがここに載ってるよ。他のと比べるとこのコレクションの人形は笑ってないね。写真撮影に向けてアヒル口してる。それからリスト、アクセサリー、ヘアツール、エクステ、それから靴、シール、スタンド、カードもある。もちろん実際の人形もね。最後にインスタ用の写真を撮ろうね。そしたら説明に従ってタブを引っ張るよ。こんな感じ。秘密を暴いていこう。本みたいに開けて見つけたのはカントリーハウス。あー、 3D のデコレーションだ。気に入っちゃった。わー、キャンプファイヤー、このパーティーは外せないね。僕もギターを用意したんだ。イエスタデイ、チャラ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 チャーンと。素敵、サムチン。今回はきっと招待してもらえるよ。私が話しつけとくね。やったー。みんな、サムの歌が気に入ったら高評価してね。そしたらリストをチェックするよ。どの子が入ってるのかな。みんな素敵。見ていくと、スランバーパーティー、ダンスパーティー、アウトドアパーティー、これのどれか一つが入ってるんだ。ウルトラレアがいいな。リストには特別なお人形が載ってるよ。早速開けてみようか。みんな準備はいい？口ばっかりじゃなくて手を動かそう。一つ目の袋を開くね。さて何が入ってるのかな。おいで。袋の模様はシリーズごとに違うんだね。私たちの袋はシーグリーンで、この中には、あー、傘。これをここにつけて、見て、かわいい。ピンクのハートがついたパール的な傘。この傘があったら雨なんかへっちゃらだね。そう、袋の中身をチェックするときは気をつけてね。ありがとう、サムチ。みんな、この子を覚えてる？あのカバーガールだよ。ステップ2、開けて袋を出す。どう思う？何が隠れてるかな。あー、素敵な黄色いブーツ。可愛いシールも髪につけるんだね。このブーツは可愛い小さい足用。ナンバー3に隠れてるプリンセスは何かな。誰誰、おいで。カールアイロンみたいなものだね。私の予想は当たってるかな。チェックしてみよう。おお、当たってた。本当にカールアイロンだ。そう、カールアイロン貸してくれない？どうぞ。ありがとう。サムは何のためにカールアイロンが必要なのかな。何を企んでるんだろう。最後のサプライズを開くね。袋の中には何が入ってるのかな。あー、みんな、エクステだよ。ところで、これは色が変わるんだ。長さを見てよ。最高。それからシールも、雲の上を歩いてる。しかもとってもカラフルな髪。ありがとうスン。カールアイロンで僕さらにチャーミングに変身したよ。パーティーで超歓迎されちゃうね。サムチ。そしたらパーティーのホストを見ていこうか。素敵なお人形、かわいい。素敵なヘアスタイルを見て。すごく柔らかい。カラフルな髪の毛はこの長さにぴったりだね。雲の柄で全体的なルックスがさらに快適な感じ。小さいレインボーが雲をつないでるんだ。すっごく素敵な柄よね。さて、靴を履かせて完成ね。よし、いい感じ。そしたらこのピンクのエクステを髪につけるよ。
まさにこのスタイリッシュなアクセサリーが必要なんだ。そしたらこの素敵な髪をアイロンを使ってカールするね。髪の毛をカーラーに巻きつけて、ちょっとそのままにするよ。これで十分かな。素敵なカールを見て。お嬢さん、僕と一緒に散歩なんていかがでしょう。もちろん。ちょっと手伝ってあげようか。はい、この傘で安心して散歩できるね。この子をチェックしよう。レインコート、この子はすでに持ってるね。タララタラン、こんにちは、ビーディー。お知らせがあるんだ。何？信じられる？スライムサムさんが今日キャンプに来るんだ。マジで？最高じゃん。うん、珍しいことだよね。楽しみだな。小さいヘアラブルは全部開封したね。そしたらサムがこの箱に丁寧に隠したものが何か調べてみようか。うん、トップから開けていくよ。みんな、これは何だと思う？今からわかるよ。丁寧に取り出して、素敵！ずっと欲しかったものだなんて信じらんない、サムチ！何ですかな？これ最高の贈り物だよ。サムは真の友達だね。ありがとう。まあね。ところで、僕のお菓子箱がほぼ空なんだけど。箱の後ろには素敵な大人版ヘアラブルが載ってるよ。匂い付きシリーズでゲットしたディーディーだ。今日は誰に出会えるのかな。あー、これハーモニー。ヘアメイジングシリーズには6つのサプライズが入ってるよ。開けてみよう。トレンディーなスタイリング、ふわふわのヘア、櫛で何でもできちゃうんだ。マドマーゼル、お美しい、チャーミングなスマイルですね。サムチ、ちょっと本人はこっち。うん、おっと。どこ行くのサムチ。これからこの子を開けるのに。本物は写真より全然イケてるね。それにこの子は最新のトレンドを取り込んでるの。あー、鮮やかなロングヘア、メイクも超おしゃれ。カラフルなアイライナーは今流行ってるもんね。それにピンクのリップは間違いなし。どうも、私ハーモニー。ヘアケアとスタイルに関してはお任せ。動画ブログで公開しているよ。あー、この足で世界中のランウェイを歩いてほしいね。この衣装はパリコレ感がする。このギターバッグも衣装に完璧に合ってるね。そう、中のサプライズをチェックしようよ。うん、気をつけて。私、このお人形が超気に入っちゃって、サプライズのことなんて忘れてた。ナンバーワン、開きます。さてさて、グリーンの背景にロゴなんだね。うわ、素敵。このハイヒールを見てよ、最高。履かせてみようか。それから2つ目もいいね。次のボックスはウィロー、また緑の袋だね。うん、何が入ってるのかな。よーしと。ルックスに完璧にマッチするスタイリッシュなサングラス、ゴールデンのピアスも全部素敵。さらにアクセサリーを加えていくよ。完璧。このサングラスはカメラのフラッシュやスポットライトから守ってくれるんだ。さて、ハーモニーもサプライズを開けるのを待ってるよ。これ以上待たなくていいからね。思った通り、櫛、毛がいっぱい、いい感じ。カーリー、君は何を隠してるのかな。おー、大きな袋、何が入ってるのかな。準備はいい？これはスタンドのパーツだ。それから超おしゃれな帽子、高級なスタイルだね。仕上げ、これでルックスが完成。僕に任せなさい。道を開けて。
でかしたサムチ、音楽をオンにしてビッグステージに乗り込もう。紳士淑女の皆さん、ハーモニーがステージに登場。タラッタタラッタタラッタラントゥルトゥルトゥトゥルトゥルタラララッタッタラッタラントゥルトゥルトゥトゥ、ヘイヘイみんなこんにちは。大人になったらハーモニーみたいになりたいな。ほんと？うん、尊敬してるの。そしたらサインもらいに行こうよ。レッツゴー。今日の開封は楽しんでもらえたかな。私ヘアラブル大好き。もっと見たい人は高評価してね。動画を友達とシェアしてチャンネル登録するのもお忘れなく。バイバイ。さ、僕ハーモニーを見に行こうっと。バイバイみんな、またねー。